まあ、といったわけでですね、我々ソレイユは結成13年目をおかげさまで、迎えさせていただきましてですね、まあ紆余曲折いろいろありましたけれども、まあ、こうやってねめでたく6人が揃ったということで、実は我々8人グループでしてね、そうなんですよ。
なんか足りないなと思うでしょ、色が、ね、黄色とピンクがちょっと今日はのっぴきらない事情で、おりませんでね、一人はちょっと学校の先生をやってまして、もう一人はマグロ漁船に乗っておりましてね、そうなんです、1年に1回会えればラッキーみたいな、ああいうような感じなんです。まあそれでですね、まあ、今から歌っていく曲はですね、ほとんどオリジナルの曲です。皆さん知らない曲ばかりです。なんですけれども、まあ、初めて聴いた人にもこう耳に残るようなね、いい意味では耳に残るんです。ただ悪い意味ですと、今日お家に帰って寝るときに何度もリフレインをします。それぐらいなんかこうくどい感じの曲を歌ってきますのでね、よろしくお願いしますね。で、まあ、おかげさまで、まあ、そういった形 で、ね、13年もやってますと、オリジナルの曲がこう溜まってきましてね、1年に1曲のこうペースで作ってきたんですけれども、つい先日オリジナルのアルバムが出ました。拍手、拍手、ね、今日メディアの関係の方とかいらっしゃってるんですかね、あちらのカメラにやってきました皆さん、あ、ジップってね、あ、やってないですね、来てないですね、全然違う、大丈夫です、大丈夫です、これはね、分からない人しか分からないです、ね、ということで、オリジナルアルバムを作りまして8曲収録されております。偶然我々も8人組でしてね、8曲です。で、税込み1200円となっておりますのでね、皆さんぜひお買い求めいただければというふうに思います。そのうちタワーレコードに並ぶことを夢見て、頑張っていきたいと思います。ネット販売とかもとりあえずしませんので、欲しい人はメンバーに声をかけてください。もれなく誰かがかけたサインが入った CD が、お手元に行くと思います。なかなか全員揃って書くことがね、できないもんですから、逆にそう考えるとあれですね、考え方を変えると全員揃ったその CD を、サインの CD を持っている人はすごくレアでラッキーだった。あ、これでいこう、これで言い訳が立つ、うん、そうだ、これでいこうということでよろしくお願いします。はい、今日もメンバー持ってます。ちょっといろんな事情がありまして、その受付では大人の事情で売れないんですけれども、お声掛けいただければですね、後でこっそり、お渡ししますのでよろしくお願いします。ということで、のっけからたった1曲を歌っただけなんですけれども、次が最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。よくできたお客さんでね。ということでですね、まあ、この暑い4月の真っただ中、今日は室内だからいいですけれども、まあ、こんな格好をしていい大人が、ね、出てきております。次の曲はこの衣装にちなんだ、曲を歌わせていただいて最後にしたいと思います。ハモリン戦隊アカペラアベンチャーです。皆さん手拍子をよろしくお願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、かかってこい、今日もみんなの笑顔を守るために歌うぜ、アモリン戦隊アカペラアベンチャー、レッツゴー。笑顔全開、ワンスマイル、ツースマイル、ツースマイル、エブリバディ、
メジャーの曲でこう書いたんですけれども、いろいろこう意見をいただきまして、最後ね、超スマイルって言ってるんです、ね、スーパースマイルです、超スマイル。これちゃんと超って言ってるんですよ、僕は言ってるんです。なぜかね、僕の名前ジョーって言うんですけど、ジョースマイルと聞こえるっていう風に。でなんかジョースマイル変えればいいじゃないかなっていう。いやさっきだからツイッターに上がってたんですよ、上がってたんですけど。いやです、それ誰が得するんだってことなん で、ね、超スマイルです、ね、僕がスマイルになったってしょうがないでしょ、まあ、しょうがないってことはないですけれども、まあということなのでね、超スマイルにはしませんね。超スマイルにはしないのでね、ナナちゃんよろしくお願いしますね、はい、ということで、楽しくお送りしてまいりましたこのアカペラのステージ、本当に次が最後になります、最後はですね、アルバムに収録されております、藤山音頭という曲でお別れしたいと思います、世界遺産富士山をモチーフにした曲を我々が勝手に作りましたので、ぜひ皆さん一緒に盛り上がって、いただきたいと思います。 1,2,3 富士山、皆さんご一緒に富士山、恥ずかしがる富士山、富士の高めに古い雪も溶ければみんなの晩なじのむ目が降り流れてゆく先で大地を潤し花咲かす赤富士紅富士愛をこの花咲く役目、日本のシンボルビューティフル、清い心にみらなろう日本の遺産だ。
ま。皆さんシャッターチャンス、シャッターチャンス。Thank you.